クリップ藤子 F、藤尾ミュージアム発着バスに使用されているコロスケのイラストコロスケは藤子 F、藤尾原作の漫画、テレビアニメドラマ、キテレツ大百科に登場するキャラクターである。担当声優は、初代が小山真美、二代目が杉山和子。また、2013年のキリンビバレッジ、キリン日本マイッチャテレビ CM は、浅野真由美が担当している。 キテレツことキレイ,エイチの手によって作られた発明品第1号カラクリロボット。もともとはキテレツの先祖であるキデキテレツトキが残した書物キテレツ第100課にカラクリ人間製法として記されたものでキテレツトキが自分の息子を幼くして亡くしたためにその息子をモデルとして作った。キテレツの手によってカラクリ人間製法を参考にアレンジされる。 基本的な故障は、コロスケ、コロちゃん、コロスケくんだが、豚ゴリラの父からは唯一、ネギ坊主と呼ばれる。2002年元旦に放送された、実写版ではコロスケが、CG キャラクターとして登場した。また、その声を、初代コロ女役の小山真美が、アニメで途中降板後、およそ12年ぶりに演じた。2013年に、 キリンビーバレッジ、キリン日本マイッチャテレビ CM に、コロスケを起用、佐藤光一が、CG のコロスケと共演している。声優は、浅野真由美。アニメ版最終話では、江戸時代にて、自分の出生の秘密を知り、キテレツ時に、親孝行をするため、江戸時代に居残ることを決意し、キテレツたちに別れを告げる。しかし、 第293話で20年後の表野町にタイムスリップした際には、キテレツ家で相変わらず同居していたことから、その後現代へ帰ってきたとも考えられる。ちなみに、キテレツが大人になった時点では、コロスケは道場を開いており、剣術の師範になっている。アニメ第一話から第十六話までは、小山真美、八十七話から杉山和子が演じているが、 これは、当初2年間の放送予定であったが人気により、延長となり、小山は渡米の予定があったため降板、代わりを選ぶなら新人で行こうということで、約1年かけてオーディションしたが結局どれも今一つで、中堅声優3人の中から杉山が選ばれたが、1990年4月から、交代なのに対して決まったのは3月初頭だった。杉山は放送開始前にオーディションを、 コロ除薬で受けていたが選ばれなかった。代役として決定してからは、放送が来月に迫る中、過去回の音声を録音して、ウォークマンで聴き続けた。事情を知らない子供たちは、声が変わったことが理由で見なくなってしまうのは悲しいと、音質音程癖かすれ方や、明瞭さなどを日夜声を出したり録音して、 小山の声と聞き比べて研究した。交代から約1ヶ月経った時、藤子、F、藤尾はいつから声優が交代するのかスタッフに聞き、すでに変わっていると告げ、原作者でも気づけないほど演技を映し取っていた。視聴者からの苦情や問い合わせもなかったが収録では、アドリブや意識してしまうからと、笑い声は入れずに台本通りに演技。 やりたい欲求にかられながらも子供のためと我慢していたが4ヶ月後、スタッフからもうそろそろ過去さんで大丈夫ですよと言われたのを機に徐々にアドリブを入れるなど個性を出していった。とどろき陸上競技場に設置されているコロスケのブロンズ像。ありがとうございます。